なんか新しい感じのサンプラーとしても使えそうな感じですよね。今回はメロトロン V のエディットの機能についてやっていこうと思います。じゃあまずテンプレートのデフォルトを選択します。でデフォルトを選択するとテープバンクにフルートとバイオリンとチェロの音が割り当てられてます。でこれ右クリックすると消えます。じゃあエディットをしてエディットモードに入ります。でまずロードを押してサンプルの波形をロードします。でファクトリーサンプルズの中から好きな波形を選んでロードすることができます。でブラウズをクリックすると任意のフォルダからサンプルをロードすることができます。波形のところに直接ドラッグしてもユーザーサンプルを読むことができます。でオリジナルのメロトロンはテープの都合上8秒しか音を再生することができません。で8秒以上再生したい場合はループ機能を使います。ループ機能をオンにしてループの始まるスタートポイントを設定します。でスタートポイントとエンドポイントを調整しながらループポイントを探していきます。でうまくループポイントが見つかるとずっと鳴ってる持続音を作ることが可能です。このループポイント探すとか昔サンプラーの時とかよくやりましたね。懐かしいっすね。で左右パン、ゲインをコントロールすることができます。であとチューンもコントロールすることができます。じゃあクリッパー的なこの目玉機能のユーザーサンプルのロードをやってみようと思います。まずサンプルを聞いてみます。まあ、こんな感じのシネマティックなパッド音をちょっとロードしてみようと思います。でこの左側のストレッチがオンになってる状態なんですけど、このストレッチっていうのは普通サンプラーって音階が変わるとスピードとかも変わっちゃうんですけど、このストレッチ機能がオンだと音程を変えてもスピードもそのまま維持することができます。
まあこの機能を使うと和音の演奏がスムーズになります。じゃあサンプルを変えてみます。なんか新しい感じのサンプラーとしても使えそうな感じですよね。で、ユーザーサンプルだとトランスポーズ機能がついてます。で、もちろん今までのメロトロンの機能も使うことができます。まあ、かなりローファイで不気味な感じの音ができます。で、ループ再生は普通に繰り返しのするフォワードと前後の再生をするバック&フォワードの2種類があります。エフェクターで質感とか変えたりしても楽しいですよね。これめっちゃモジュレーションしたいですね。アトリアメロトロン V は往年のメロトロンサウンドを再現してるんで、それを活用するっていうのも全然いいんですけど、こうやって新しいサンプルの機能とかで独特の質感が得られるんで、本当に新しいサンプラーみたいな感じで使うのもすごい面白いと思います。ぜひいろいろ試してみてください。